6月6日から8日までの3日間、北西町阿劇にあるギャラリーマリアで伊藤誠一油彩画展が開かれました。北西町在住の伊藤誠一さんは現在93歳、北西絵画クラブと三重県洋画協会に所属しています。この作品展は描き溜めた作品を多くの人に見てもらいたいと数年に一度開かれているもので、今回で5回目の開催となりました。展示されたのは季節の花や果物などの静物画のほか、地元をはじめ日本各地の風景を描いた油絵の作品50点、山頂に雪がかかった山を背景にした風景画を描くのが好きだそうで、いなべ市内から見える雄大な龍ヶ岳や伊吹山、家族と一緒にスケッチ旅行で訪れた中央アルプスを題材にした作品が多く見られました。このほか訪れた人の目を引いていたのは100号サイズの大作だんだん。去年の三重県洋画協会展に出展したもので、家族が囲炉裏を囲む昭和初期の家庭の風景を思い起こしながら描いたということです。50代の頃、愛知県の画家のもとに通い始め、それ以降本格的に油絵に取り組んでいる伊藤さん、現在でも毎日5時間ほど自宅のアトリエでキャンバスに向かい、作品作りに没頭しているということです。絵を描くことが生きがいという伊藤さんは、絵画は想像力を膨らませて自分の思いを自由に表現できるのが面白い、これからもずっと油絵を描き続けていきたいと話していました。